王者鈴木千尋 VS 挑戦者金原正則両選手の入場です。盛大な拍手を迎えください。まずは挑戦者金原正則選手からお願いします。金原選手 65.95 クリアです。クリアしました。続きまして王者鈴木千尋選手お願いします。鈴木選手 66.00 クリアです。ジャストでクリアしています。正面を向いての写真撮影、少し中央に集まってください。ファイティングポーズ、あるいはご自身のポーズをお願いします。ライジン史上最年少王者と、そして最年長チャレンジャーの戦いということになりました。金原正則選手がついにフェザー級タイトルマッチ、そのベルトに手をかけてきました。対するはケラモス選手を破ってアゼルバイジャンからベルトを持ち帰ってきた男、鈴木千尋選手です。ストライカー対グラップラーの一戦でもあります。さまざまな予想が各番組配信でされていますが、その割合というのは 50-50 というものが非常に多いというこの両者の戦いです。さあそれではフェイスオフです。公開練習でも顔を合わせた両者、いよいよ明日決着を迎えることになりました。はい、この日のために準備してきました。僕にしかできないことがあります。それは、まあ、このベルトを持って取って、いろんな人を元気つけたいなと思っております。まずは明日鈴木千尋選手しっかり挑みたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして王者鈴木千尋選手お願いします。もう勝たない理由が僕にはたくさんあるんで、ここ絶対に KO で勝って新しい時代を俺が作るんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。両選手のタイトルマッチ、明日のメインイベントで行われます。大きな拍手をお願いいたします。